市、宜野湾ヒルズ通り近くにある沖縄の外人住宅を改装したアンティークとヴィンテージの着物店です。胸がときめく普段の着物をコンセプトに、日常的な衣服の一つとしての着物姿をご提案しています。こちら、着物バナラジオでは、着物にまつわるお話や着物に関わる素敵なゲストをお呼びしてお送りいたします。はい、まなみさん、こんにちは。はい、こんにちは。あ、こんにちは。本日はちょっとね、久しぶりのちょっとラジオということになっているんですけれども、はい、なんとですね、ズームで、はい、ラジオという形になっております。はい、そうですね、なんか新鮮な感じです。本当に新鮮な感じですね。はい、今はですね、実際に、着物バナ沖縄の店舗の方にいるんですけれども、はい、ちょっとね、後ろの方では画像をご覧いただいたら、ご覧いただいている方は分かるかもしれないんですけど、はい、後ろの方ではちょっとスタッフがいろいろと忙しく働いております。すごい。実際、そう、今の段階でですね、はい、まあ、いわゆるコロナウイルスの、まあ、蔓延予防という形で、はい、着物が出たいもですね、はい、店舗、このアラグスクの1店舗、そして、はい、の3店舗はですね、今ちょっと全部クローズしてる状態ではあるんですよ。あ、そうなんですね。うん、もう全部閉まってますね。はい、営業はしてないんですけど、ただオンラインの方でですね、はい、オンラインの方は催事イベントをしたりもしたいなっていう形で考えているので、はい、それに向けてのいろいろとした準備を、まあ、やっているという感じですね。あ、そういう状況なんですね。うん、そう、でも実際ラジオ自体もだいぶ久しぶりです。はい、そうですね。生放送自体久しぶり。生放送自体は多分本当に、この本当に1ヶ月1ヶ月と、はい、まあ、去年ぐらいからなんですけど、はい、去年の11月に、新しい店舗を2店舗増やし当てていただいたっていうこともあって、はい、それでそれのなんとかなんとかで結構バタバタとしてなかなかねやっちゃったんですよね。はい、そうです、まあ、こんな感じでラジオ、はい、そうです、なかなかラジオの時間が取れずに、あ、そろそろちょっと時間がいろいろ空くかなとかっていろいろ思ってる段階で、はい、今度は、まあ、新型コロナウイルスのということもあって、で、まあ、お店も閉めてるのでね、はい、例えばいろんな資金繰りだったり、あとはいろんな手続き、のわからない難しい手続きとかそういうやっぱりどうしてもたくさんあったので、まあ、ちょっとなかなかねラジオに直接行って、はい、やる時間はなかなか作れなくなってしまったんですけど、はい、今回ね、FM さんからこんな感じで、まあ、まなみさんとね、はい、山内さんには前をしてこんな感じで、まあ、Zoom で、はい、ラジオできるようにしようかみたいな感じでお誘いをいただいたので、はい、ちょっと遠隔でラジオという形でやらせていただいています。はい、うん、これでぜひ、すいません、まなみさん、はい、はい、これでね、ぜひいろいろとできればいいなと思ってるのでよろしくお願いします。はい、で、まなみ、私ちょっと時間が見えないので、はい、時間何かって教えてもらえる？あ、わかりました。今4分経過です。ちなみに、あ、今4分です。はい、あと1分ぐらいしか、ね、はい、まあ、後でいろいろな告知とかをまたさせていただくんですけれども、はい、まあね、どうしても店舗は閉まってるんですよ。はい、で、3月に予定してた大きい祭事、まあ、今より毎日やってる着物美の市ですね、はい、着物美の市の方もですね、3月はちょっとイオンで本当は開催予定だったんですけども、それもちょっと店舗で縮小して、はい、という形にしてたんです。はい、でその後もね、本当できる限り、まあ、オープンはしたいと山々だったんですけども、まあ、店舗自体も広くなって狭い部分もあるし、まあ、いわゆる状態っていうのがちょっと厳しいかなという感じで考えたので、うん、もう店舗もちょっと全面的に今クローズ閉めてる状態ですね。そうですね、うん、まあ、一応中には作業はしてるんですけど、はい、基本的にお客さんと一緒になんかそのお話ししたりとかって、そういうリスクが大きくなるようなものをちょっと避けたいなという形にしています。はい、はい、ではですね、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。
またですね、FM ギノアのホームページからで、そちらもお楽しみください。Twitter も連動しています。たくさんツイートしてください。また、サイマル放送も開始しています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。スマートフォンでお聞きの場合には、FM ギノワン、すいません、無料ラスリ、無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から、FM ギノワンを選曲してください。よろしくお願いします。はい。ではですね、ここで曲を一曲お届けしたいと思います。私さっき送りましたよね。はい。大丈夫です。はい。曲を一曲お届けしたいと思います。キングギドラで未確認飛行物体接近中。少々お待ちください。今パソコンがくるくるしています。
集中してきてる。すごい。一番苦手。すごいびっくり。さきなさん奇跡の女って。メンテバグの奇跡って。一回取ったんですよ。すごい、ね、めっちゃ最初衝撃だった。コメント読めない。でもいい感じに来てる。はい、でもなんかちょっと音切れる感じがします。めっちゃすごい。さあ、着物バナ、着物バナラジオ始まっております。崎野さん聞こえますか？待って、あ、はい、すいません。時刻は10時10分11分を回りました。CM 開けて、はい、着物バナ沖縄、はい、はい、言ってた意味があった。わかりました。ってことちょっと音がキレキレになってますね。あ、そっか。あ、大丈夫ですか？はい。はい、大丈夫です。はい、着物バナーの着物バナーラジオ、CM が当たって始まりました。はい。これで大丈夫です。あ、大丈夫です。はい。あ、で、OK です。ありがとうございます。花見さんがさっき言ってた意味が分かりましたね。あ、分かりました。これ、あれ、そう。いわゆるそのツイキャスで、はい、いつも10分だったらメンテナンスに入るはず。そうメンテナンスに入るはずなのに、はい、なぜかメンテナンスの時間を抜かれたということですね。はい、メンテナンスの時間にも放送されていて、はいはい、で、今たくさんのこのツイキャスのリスナーさんが見てくれてるんですよ。はいはい。で、すごいコメントが、はい、来てます。あ、それでそういうわけだったんですね。はい、あ、ありがとうございます。はい、なので、せっかくなので。あ、せっかくですね。あ、はい、着物バナ沖縄の宣伝とかも、はい、はい、沖縄の宣伝といっても何も、もうちょっとですね、1ヶ月ぶりのラジオということで、はい、沖縄の着物バナラジオ、本日も始まっております。私もね、1ヶ月ぶりぐらいだから何を喋っているのかなとよくわからない。そうですよね。そうですね、はい。まあ、今のところちょっといろいろね、いろいろとこの1ヶ月間でどういうことが起こっていたのか、はい、ということをいろいろ話ししていければなと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このですね、1ヶ月ですね、はい、いわゆる着物バナー沖縄自体もそのさっきもお話ししたんですけど、まあ、はい、コロナの影響で今店舗自体も全部クローズしている状態なんですが、はい、昨日の時点で FM 沖縄さんの真野舞さんと、あとは、山内さんとですね、お話をして、はい、それで、まあ、ズームでオンライン配信をしようという感じで話をしていたので、今日久しぶりに生放送という形でやっております。はい。はい。それで、沖縄は、沖縄県の宜野湾市にあります、アンティークとリサイクルの着物店です。今現在、店舗からご案内しています。そうですよね。後ろにも着物が。はい、たくさんありますけど、はい、胸がときめく、普段の着物というものをコンセプトに、何でしたっけ、コンセプトに、日常的な衣服の一つの着物姿を提案しています。はい、で、先ほどもお伝えしたんですけども、この本当に1ヶ月間、まあ、店舗は閉めていてクローズはしてるんですけど、はい、もうなんだかんだでも非常に、まあ、忙しい。いい日々を送っていたんですね。それは何かと言いますと、昨日ちょっと花見さんにはお話ししたんですけども、はい、着物バナ沖縄は、2009年ぐらいから個人事業主で開設してですね、はい、今年で10年目になるんですけれども、これをということでです、ちょうど、4月の時点でですね、着物バナ沖縄という個人事業主だったのが、なんと、株式会社着物バナという、すごい株式会社に今月から
なりました。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。それでですね、まあ、いわゆる、はい、まあ、まあ、法人化したっていうものの理由としては、やっぱりまあ店舗が今増えてですね、はい、さっきもこの宜野湾の方にも店舗あるんですが、はい、その他にも3店舗ということで、今店舗が4店舗あるんですよ。あ、チェックしてもたく、まあ、西郷さんも久田さんもありがとうございます。来てますね、おめでとうございます。まあ、4店舗あってですね、はい、従業員がもう20人超えぐらいにちょっとなってきたんですね、はい、で部分でやっぱりその従業員とかスタッフの皆さんにもまあいろいろとね、いろんな管理をしていかないといけないし、はい、でこれプラスまあいろいろとまあメリットがあるように、せっかくやっぱり着物バナーを選んで働いていただいているので、それでまあそれぞれにまあメリットがあるようにっていうことに関して、やっぱりその法、まあ、いわゆるね、この就労規則だったり、はい、いろんなものとかっていうのをきちんと整備していかないといけないねということに、まあ、それだったら、まあ、きちんとここで一度、ちょっと法人化ということで、法人化した方がいいねということで、はい、4月の10日に、登記が終了して、株式会社、このバナーとなります。はい、うん、まあ、ただ、まあ、それはなったはなったんですけど、はい、まあ、お店は全部閉まってるんですけどね。そうですね、このタイミングがちょっと。そうそうそう。このタイミングっていうのは、はい、まあまあ、これは前から考えていただいたと。今までのね、どうしても個人事業の部分とかだと、まあなかなか、私がね、手が回りきらないところもすごくやっぱりあったので、これを機会に、まあ専門家の力を借りながらっていう形でできていければいい、はい、ってのことをやっています。はい、でですね、今、店舗自体は全部閉まってしまってはいるんですけれども、はい、今週の実は金曜日、今週の金曜日、1日ですか。そうです、こっちにあります。ますね。はい。あ、ありがとうございます。はい。今ツイキャスでは、オンライン着物見、あ、綺麗に私のところでは見えてますよ。あ、見えてます。はい。よかったよかったです。5月の1日からオンライン着物見の市という、はい、イベントを開催。で、これオンライン着物見の市というのは何かというとですね、はい、着物花を月に1回ぐらい、着物みの市という、これ着物、まあ、のみの市ですね。はい。を、見された造語で、着物みの市という、着物の販売のイベントを毎月、月に1回やっているんですね。はい。月に1回やってはいるんですけれども、ただ、3月の下旬ぐらいから、やっぱりこのね、ちょっとご時世ということで、なかなかちょっとそのイベントっていうのが外で開催ができないと。で、実は、着物みの市じゃなくて、着物花のネットショップって結構昔からある。もともとね、2010年ぐらいの時点では、基本的にネットショップだったんですね、着物花。そうそう。それで、家で、まあ、そのまま撮影して、着物をアップしてっていう、はい、その2000年ぐらいの時点では、もう本当にオンラインのみの販売を実はしてた。はい、ただ、この時にですね、やっぱりまあ実際に着物着たいとかっていうお客様が、はい、たくさんいらっしゃるので、その時はまあ自宅でやってたので、うんうん、自宅の一部を改装して、うん、まあ、店舗としてやるっていうことをやっていたんですね。はい、それがだん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 、まあ、店舗が中心になってきて、はい、まあ、オンラインっていうのは実はちょっと2年前ぐらいからちょっとなかなか人手が足りなくて、オンラインの方は逆にやってない状態だったんです。ああ、そうなんですね。そうですね。だからいわゆるこの今からやるこのオンライン着物みの市っていうのは、まあどちらかというと原点に帰ったみたいな部分がありますですね。はい、初心に戻って、まあ、そうですね、初心に戻ったって。で、今はちょっとネットショップにはそんなに商品載せてないんですけども、浴衣だけ今のところちょっと載せてはいるんですが、この5月1日金曜日からはですね、オンライン着物みの市という名前を売ってですね、それでまあ一気に、まあ、可能な限り100点以上はちょっと商品をバババッと上げていきたいなという形で、それの準備のために今スタッフがいろいろとすごく頑張ってくれています。ちょっと今見せますね。あ、すごい。今、はい、着物花沖縄の店舗の映像を見てますが、はい、はい、じゃあちらっと見せる、はい、スタッフがこのような感じで、スタッフさんも手振ってこのような感じで、はい、そのオンライン
蜜の市に向けてですね、はい、いろいろ準備をさせていただいているという形になります。はい、これ、日時はですね、5月の1日から一応1週間、5月の8日、8日までっていうのを予定しています。はい、で、場所は着物バナ沖縄のネットショップです。ネットショップにて。そうそうそう。これ前はですね、ネットショップ独自でやってたんですけども、はい、今はちょっと、まあ、簡単なところというか、いわゆるストアーズ .jp ってあるじゃないですか。はい。ネットショップとかが作れるサイトですね。はい。そちらの方ですね、着物バナのネットショップがあるので、まあ、着物バナ沖縄とか着物バナネットショップで、インターネットで検索していただければすぐ出てくるかなと思います。はい。なので、セール開催場所は着物バナ沖縄のネットショップで、会期中はですね、ちょっとまあ不定期にはなるんですけども、インスタグラムで、まあ、インスタライブなどをして、はい、まあ、商品の紹介ですね。まあ、インスタでこんな、はい、この商品がこんな感じで、何がありますよ、みたいな感じで。あ、ライブをしながら。そうですね、いろいろと商品の、まあ、ちょっとね、ずっと長い時間、まあ、商品の紹介するっていうのもなかなか難しいので、はい、まあ、ちょっと細切れみたいな形になるかなとは思うんですが、それでですね、商品の、まあ、インスタライブでいろいろと紹介をしながら、はい、まあ、毎日インスタライブができるかどうかちょっとまだわからないんですけど、はい、2020年5月の1日の金曜日から1週間は、そのオンライン着物みの市というものを開催します。はい。で、あとはですね、はい、まあ、一応この時勢ということもあるののポイントの一つではあるんですけども、はい、一応ですね、こちらオンライン着物みの市はそのまま着物がアップされているので、それを見ながら、まあ、もちろんネットショップで購入ができるんですけれども、ご購入、今うちの着物バナ沖縄もスタッフ、まあ、全員が全員出勤できるわけではないので、はい、もちろんお休みしてもらってるスタッフもすごく多いんですよ。でそのスタッフとかも何かができないかということでですね、はい、普通のスタッフは結構、まあ、手先が器用なスタッフがとっても多いので、はい、ハンドメイドの手作りの布マスクを結構作ってもらってるんですね。ほうほう。あ、そうそう、ハンドメイドの手作りの布マスクを作ってもらっていて、はい、それを作った分、まあ、着物バナが買い取るという形で、あ、まあ、少しでも補填になればっていう形でやってるわけです、はい、はい、うん、それで着物バナではそのスタッフに、まあ、布マスクを作ったりしてもらっているんですけれども、こちらのオンライン着物みの市ではですね、はい、スタッフが作ってきて、まあ、着物バナが買い取りしたマスクとか、はい、あとはもう、まあ、寄付っていうか作れるスタッフもいるんですけども、そういう人たちが作ってくれたこの布マスクをオンライン着物みの市で購入していた、着物を購入していた、いただいたお客様には、はい、布マスクプレゼント、プレゼントという感じの機会も開催しています。はい、まあね、このマスクも一応限りがありますので、はい、すごくたくさんのご購入があったら皆さんに配れるかどうかは分からないんですけども、まあ、基本的に、まあ、1購入に対して、まあ、1枚の布マスクをプレゼントという形の企画も考えています。はい、すごい今時ならではの、うん。あ、そうですね。で、マスク自体もですね、まあ普通の結構生地で作られてるようなマスクもたくさんあるんですけども、はい、例えばまあ、このバナ沖縄ということで、まあうちには結構まあいろんな反物とかも、まあ数はそんなに多くないんですけど、はい、あったりするので、例えば浴衣の反物だったりとか、あとはその着物の綿の反物だったりとかっていうものを使っての、はい、布マスクっていうのも作らせていただいて、まあ私は作ってないんですけどね。私は一切作ってないですよ。スタッフさんが作ってくれてるんですけど、はい、私は、まあ、まあ一切作る つもりもないというか、はい、できる気がないというか作ってはいないんですが、はい、まあそんな感じで作って、まあちょっとしたオリジナルな感じでという形で作れればいいなという形で考えています。はい、ということで、あともう番組も残り1分を切ってしまいました。はい、おお、そうですね。はい、あ、分かりました。はい、今日も結構あっという間でしたね。そうですね、あっという間に、はい、はい、そろそろお時間となりました。本日の着物バナラジオいかがでしたでしょうか。今回からね、またズームができるとなりましたので、また着物にまつわるいろいろなお話をしていきたいと思います。それでは着物バナ沖縄の山城咲乃がお送りいたしました。
まなみさんも今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。木野さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また来週。ズーム配信で皆さんお届けしました。ツイキャスの皆さんありがとうございます。お疲れ様です。重かったですね。なんか音あれだったかな。全然なんか問題なかったですね。あ、そう、あのラジオで、あっちで聞いてましたけど、聞こえた。でもなんかミキサーで聞いてたら、はい、途切れ途切れになってました。うん。とか、なんか音の起伏がなんか小さくなったり大きくなったりとか途切れたりしてた気がしたから、大丈夫かなと思って。自分が聞いた限りでは大丈夫そうではありました。武蔵さんが、マナミさん神回になりましたね。めっちゃ本当にびっくりした。衝撃すごい。初の一番、ちょっと写真撮っていいですか。で写真あとでツイキャスのやつあれしようかな、スクショしようかな。これちょっとね、神回神回。最初ズームでやったからなのかなと思った。あ、宮さんもいる。お、ワイも映ってくれ。皆さんそのままギノワン見てくださいよ。すごい、皆さんこの後も FM どうぞよろしくお願いします。お願いします。この後次は11時から英会話のラジオ、英会話の放送ですがあるので、はい、新番組です。新番組引き続き全国の皆さん、ぜひぜひお願いします。衝撃がすごい。最初何が起こったか分かんなくて、こんなこともあるんだ、すごい。あ、クリョさん埼玉から聞いてるそうです。そうなんだ。へえ。3名。あ、そっか。あ、まなみんさんは美人ですけど。美人を来週見に来てください。そうだ、なんかギノワン、なんか、あ、見えないか、超ギノワン